は辞書を作る人になったつもりでという授業を紹介します辞書を作る人になったつもりで次の言葉を説明します青ですこれだけだと子供たちはよくわからないので次のように補足説明をします青を辞書で調べるとどんな意味になるかを予想します例えば青 青色だと辞書の意味がないですよねみんなが辞書を作る人ならどんな意味を書きますかノートに書いてごらんなさいという風にしてノートに書かせます1個書けたら教師のところに持ってこさせてそれを教師が確認をします確認をしたら黒板に書かせますそうすると黒板には次のような意味が書かれるはずです 書かれた黒板の意見に対してどれに一番自分が賛成すするかを手を手挙げさせます空の色賛成だと思う人海の色晴れた日の空の色川の色このように挙手をさせてどれに賛成かをやらせますこれだと多分晴れた日の空の色が多いと考えられますもしくはどれに賛成するか討論話し合いをしても面白いかもしれませんその辺は学級の実態によって変えてみてください 挙手をさせた後は、実際に国語辞典で青の意味を調べます。青の意味、辞典で調べてごらんなさい。そうすると、こんな風に書かれます。色のな三原色の一つで、晴れた空のような色と書かれます。ノートに、晴れた空のような色と書きなさいという風にして、キーワードだけ書かせるようにします。長々と書くとわけわからなくなるので、キーワードだけ書かせるようにしてください。 同じようにして右、それから猫、それから先生などやることができますちなみに右ってどんな意味かわかりますかこういうふうな意味が辞書には書かれています東を向いた時南の方、偶数ページのある側などが書かれているはずです猫だったらこんな感じですねさやに引き込むことのできる爪、ザラザラした舌 鋭い感覚の比で肉球こんなことが書かれています先生だったらこんな風にたくさん書かれています子どもたちと話し合っても楽しいかもしれませんねそしてこのような授業をした後に最後国語辞典作文を書かせますこのような型を示してあげると書きやすくなるので私は型を示してあげます青の意味を予想します私の予想は次です 辞書で実際に調べてみると次のような意味が書いてありました。実際に辞書でで調べてみてみみ何ととかだと感じましたみたいな形ですノートに書いてあるのですぐに子どもたちは書くことができますね。ここは海の色とか晴れた空のような色そして晴れたという言葉があるのはなるほどと感じましたみたいなことを書くはずです。このように型を示しておくと 理学とかでやってくる子が現れますので自学でやってきた子がいたら周りに広めて意味を予想したりだとか意味を調べたりするような勉強につながっていくということになりますぜひやってみてくださいちなみに参考文献は村野聡先生の各力がぐんぐん伸びるピックアップ式作文指導レシピ33です先行実践はこれは向山陽一先生の実践になります